しまーす。14年前の自分へのメッセージですか？14年前の自分へのメッセージ、どうしようかな。14年前何歳か考えないと。22、21、20、19、18、17、16、15、14、13、12、11、19歳ですか？9歳。9歳です。9歳は小学3年生。小3ですね。小3。2010年、あ、そっちで考えた方が早かった。2010年ですね。2010年、何にしよっかな。何がいいと思いますか？え、これだ。これさ、武田京香ちゃんとかどう？あ、まだやってないか、10期生は。10期生はまだなんぐらやってないですか？9期生、あみたん？あみたんとあやみちゃんって14歳なってますか？0歳の自分への一言？10期生もやってるよ。あ、そうなん？10期生、じゃあ武田京香ちゃんはどうしたらいいんですか？14年前。どうしたらいいの？元気に生まれてくるんだよとか書いてるんですかね。14年前存在してません。どうしよっかな。何がいいかな。14年前の自分、え、みんなどういう系書いてた？もっといっぱい食べろよ。いや、胃を大きくしとけよって言おうかな。胃がちっちゃいこと気づいてなかったもん、小3の時は。もっといっぱい食べろよ。何がいいかな。でも小学生の頃は今より食べれたんですよね。
なんでやろ、小学生の時の方が食べれた。あ、スポーツを、あ、運動部に入りなさいとか、運動部に入った方が人生楽だよ体力つくよとか。運動部に入りなさいにしようかな。運動部に入って体力をつけようにしようかな。何がいいかな。でも運動部に入ること大事やで。あとはいっぱい食べていっぱい寝る。あとはなんやろ、みんな何書いてましたか。他の人のやつ 見ればよかった。先平成を楽しみましょうとか平成を忘れるなとか。わ、電気が暗くなった。平成、これってどういうメッセージでもいいんですか。言語が変わるよ何がいいかな。何にしよう。食べる練習しときや食べる練習やば。食べる練習しときゃやな いっぱい食べなさい。どうしよう。あ、気合いの入る一言？あ、何でもいいわけじゃないんや。気合いの入る一言は、気合いの入る一言？むず、気合いの入る一言。やばい、むずすぎ、むずくなった。気合いの入る一言は
気合の入り一言、やっぱ運動しとけよかな。運動部に入れ、運動部に入りなさい。でも運動部に入ったらあかんわ。吹奏楽部楽しかったからどうしよう。むず。気合いの入る一言、どうしよう。気合いの入る一言、どうしよう。大喜利やからな。大喜利やねん。でも中学から吹奏楽入ったから、小学生のうちに、小学生のうちに運動部に入りなさいにしようかな。なんか面白いのないかな。なんぐらのために大喜利鍛えときや。いいやんそれ。なんぐらのために大喜利力、大喜利力鍛えときやん。いいんじゃない、なんぐらのために。だって今悩んでるもん。今現在なんぐらで悩んでるから、なんぐらのために大喜利の勉強しときやんにしようかな。そうします、イエーイ。なんぐらのために大喜利の勉強しときやーにします、イエーイ。決定。かぶってるメンバーいないかな。マジ？かぶってるメンバー、あれどこ行った？ iPad がないです。ありました、見てみよう。ちょっと今見てます。かぶってたらダメなんですよね。こよりおもろ、
朝顔の色水服に飛ばさないようにやって色水って懐かしいねんけど、やば、リオピのやつも面白かった。この間見ました。このしときなーのなーは間違い？あえてなんかな。大丈夫、かぶってない。ナングラのために大喜利勉強しときやにします。ありがとうございました。かぶってなかったで。ではランキング読めます。13位せいやさん、ありがとうございます。12位ゴーシさん、ありがとうございます。11位ねずみちゃん、ありがとうございます。10位くさびふぐさん、ありがとうございます。9位あおいさん、ありがとうございます。8位ジョーさん、ありがとうございます。7位レムさん、ありがとうございます。6位犬の気持ちさん、ありがとうございます。5位トミーさん、ありがとうございます。4位マツさん、ありがとうございます。3位ヒロパンダさん、ありがとうございます。2位コンソメさん、ありがとうございます。1位カルちゃん、ありがとうございます。ありがとうございました。私お腹減ったのでご飯を食べる。お腹減った、めっちゃご飯食べてないんですよね。食べたんですけど食べてないんですよね。ご飯食べてくる。ありがとうございました。